なんで僕なのさ。こういうのはナナミでよくない？僕、全然暇じゃないんですけど。にしても、こんな田舎なの聞いてない。僕がなんで教育実習なんか行かなきゃいけないの？わあ、やまびこになってる。すごい。山すごい。なあ、炭治郎。なんか遅くない？そうだな。もう始業時間は過ぎてるんだけどな。お兄ちゃん、今日来る人って誰なの？なんか、呪術高専というところから来る先生らしいんだけど。なんだその、呪術とやらは。言えてねえじゃん。うるせえ。お前は言えんのかよ。二人ともそんなことで怒るな。どんな人なんだろう。大丈夫だよ、ねずこちゃん。どんな人でも俺が守るからね。うん。ねずこちゃん、無視？俺、なんかした？もういつはいつもしつこいからな。嫌われたな。うるせえ。なんでお前なんかに言われなきゃいけないんだよ。だから静かにしろよ。先生は来てなくても授業中なんだぞ。ねずこちゃん、え？俺なんかした？なんでこっち見てくれないの？ねえ、なんで？ありがとうございます、マックス。やった、並んだ甲斐あったよ。限定のおまんじゅう2箱も買えちゃった。ラッキーラッキー。あ、修行時間過ぎてるじゃん。まあ仕方ないよね。だって並ばないと買えないんだからさ。こんなところ、ユージたちに見られたら。野原は、あんた何やってんの？めぐみは、心底呆れますね。ユージは、先生最低なんて言われそうだな。うん。仕方ない。行くだけ行きますか。遅い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 ！もう待ち飽きたぞ、ゴンパチロ。腕相撲しようぜ。やらないよ、伊之助。じゃあもういつやろうぜ。やだよ。お前のアホな力で怪我したくない。お前はそんなんだから弱いんだ。負けるのが怖いんだろ。はあ、ナタグモ山で弱くてごめんねとか言ってたやつの方が十分弱いと思うけどね。はあ、そんなこと言ってねえし。ああ、自分の意欲にしか理解できなくて頭の中すっかすかなんじゃないの？やめろって二人とも。ねずこも呆れているぞ。お兄ちゃん、ねずこからも言ってやってくれよ。その話長くなる？え？あ、全然気がつかなかった。気配感じないなんて。あなたが先生？そう、何を隠そう、僕が特級呪術師の五条悟であり、今日の先生です。あの、はじめまして。俺はかまどたん。ああ、ごめん。僕、そういうの大丈夫。今日だけの付き合いだし、気楽に行こうよ。こいつ、マジで先生か？変なやつなんじゃね？呪術とかなんとかいうやつはなんだ？びっくり。このクラスには、イノシシもいるんだね。なんか新鮮だね。はは、面白いな。写真撮っていい？お前、喧嘩売ってんのか？売ってたら何なの？する？いいよ。どこからでもおいで。やめろ、伊之助。先生、もう授業の時間が過ぎているんです。授業をお願いします。僕、授業なんてしないけど。はあ？何言ってやがる。なんでですか？逆に僕に何を教えてほしいの？なんか食いながら話してる。先生、それ何ですか？ああ、これ知らない？名物のおまんじゅう。いや、知ってますけど、普通ここで食べなくないですか？だってこっちは帰りの新幹線用で、こっちが今用なんだもん。じゃ、君ならいつ食べる？今でしょ。で、古いか。いや、回答になってないですよね。絶対先生じゃないよ。人としてもやべえやつじゃん。授業をしないってことは何しに来たんですか？君、なんで竹くわえてるの？
でも普通に喋れるんだね。禰豆子は俺の妹で、ついこの間まで半分鬼みたいな。話すと長くなるんですが、話しましょうか？いや、大丈夫。へえ、鬼ね。それって赤鬼？青鬼？なんだそれ、面白いな。緑鬼もいるのか？お前が話すとややこしくなるんだよ。お兄ちゃん、私新しい先生来るからって授業を楽しみにしてたのに。禰豆子、しょうがないよ。先生やる気がないみたいだし、それにかなり非常識人だし、変な目隠しした変態だしよ。こらこら、聞き捨てならないセリフがたくさん出てきたな。仕方ない。じゃ、暇つぶしにクイズでもやろうか。クイズですか？そう。今から僕がクイズを出すから、答えられたら、このおまんじゅうをあげます。早い者勝ちだよ。おっしゃ！やるからには一番目指すぜ！クイズ楽しそう。やるやる。クイズが授業でいいんですか？いいも悪いも、僕が先生なんだから大丈夫でしょう。マジで恐怖でしかないんですけど、何この人。じゃ、早速クイズ1問目。じゃじゃん。この世界で最強とは誰の。はい、イノシシ頭くん。最強は俺様だ。はい、ブッブー。タズレ、わかる人いる？最強とは誰ってことは人なのかな。あれ、簡単なんだけどな。わかんない？正解は、はい、僕です。五条悟です。え、は、ん、やっぱり変だよ。ねえみんな、この人おかしいって。あれ、みんなどうしたの？それ自分で思ってるだけで、強い人間ってもっと他にいるんじゃないですか？いないいない。君面白いね。寝言は寝て言うもんだよ。僕より強い人いたら連れてきてよ。はい、じゃあ最終問題です。じゃじゃん。え、もう終わり？おまんじゅう食べたい。頑張る。この世界の生き物で。また生き物か。もしかして。はい、黄色頭くん。五条先生です。君、同じ答えの問題出すと思う？はい、ブッブー。腹立つ。ちょっと足が長いからって調子こきやがって。よーく聞いてね。この世界の生き物で最強といえば僕、五条悟ですが。引っ掛け問題？五条悟が好きな食べ物といえば何？答えられるわけないじゃないか。今日初対面なんだぞ。ああ、私が答えたかったのに。俺様が先だ。はい、またイノシシ君。天ぷらだ。俺様は大好きだ。あんなにうまい食べ物は。はい、違います。わかる人いる？サービス問題だよ。いいね。はい、竹の妹ちゃん。おまんじゅうです。惜しい。でもブッブー。はい、お兄ちゃんどうぞ。それはスーパーにありますか？質問に質問してくる人は失格です。ガーン。はい、黄色頭くん、答えられるか？おまんじゅうが惜しいんだから、お団子かな。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。はい、ブッブー。不正解、全員外れ。正解は何ですか？ん？甘いものだよ。え？だから甘いものが好きな食べ物なの。おまんじゅう、合ってるんじゃ。甘いもの全般大好きなんだ。だからおまんじゅう限定はちょっと。それ当たらなくないですか？そう？具体的な答えよりざっくりした答えで当たるんだから確率高くない？なんですかその変な理論は。ああ、クイズしてたらこんな時間だ。ということで正解者なし。このおまんじゅうは僕が責任を持って食べさせていただきます。あー、残念だね。こんなに美味しいのにね。あー、うまいな。我慢できねえ。うりゃー、ちょっとつまわしい。やめろ、イノスケ。ん？
あれ、伊之助の頭突きを避けた？というより伊之助が跳ね返った？強い。今のどうなったの？いや、早すぎてよく見えなかった。急にどうした、イノシシ君？はあ、はあ、はあ、お前になんで触れられねえんだ。あれ、授業ちゃんと聞いてなかったの？僕最強なんだよ。もうそんな被り物してるからちゃんと聞こえないんじゃないの？ああ、君たちが答えないから、ほら見て、一箱食べちゃった。先生強いけど最低ですね、人として。そうだよね、ねずこちゃん。力が強くても変人だから、あんなやつ無視しよう。本当に強いけど、今まで会った中で一番嫌な人間だ。こらこら、みんな本当のことを言ったらかわいそうだろ。なんか心にグサグサきたけど、うん、我慢する、僕大人だし。きっとみんなに嫌われてるよね。強いのにかわいそうだね。わかる。だってまだ俺たち出会って15分しか経ってないけど嫌いだもんね。どうして強いのか気になるが、めちゃくちゃ腹が立つやつだ。みんなダメだぞ。本人を目の前にそんなこと言ったら失礼じゃないか。俺めちゃめちゃ嫌われてるじゃん。チャイム、よかった。僕そろそろ帰るね。寂しいかな。はい、みんな無反応ね。いいともいいとも。子供は生意気ぐらいが可愛いってもんよ。なんか空気悪いね。僕が原因かな。仕方ない、あげたくないけどこの饅頭置いてくね。じゃあそういうことで、お疲れ様さ。変な先生、でもお饅頭嬉しい。あの人はきちんと教員免許を持っているのだろうか。一発殴らねえと気が済まねえけど、饅頭食いて。終始変な人だったよ。怖いよ。こんな大人にはなりたくないよ。ふぅ、なんだか疲れちゃった。やっぱり僕は呪術以外教えるのは少し苦手みたい。というか完全に性格の悪いところ出ちゃった。七海に帰ったら聞かせようっと。きっと五条悟って人は最低な人間ですとか言われるんだろうな。それにしても今僕が何してるかって？おまんじゅう屋さんに滑り込みセーフで並んでます。やっぱり帰りの新幹線用にお菓子は必要だよね。鮭、ツナ、高菜、明太子、この前、おかか。チャンネル登録よろしくお願いします。